あたかも間近で見ているように錯覚してしまう緻密なスペースアート、惑星の謎を秘めた隕石の数々、相模原ルックアラウンド。今回は相模原市立博物館で行われた特別展の話題からです。11月2日から12月7日まで市立博物館では太陽系の魅力を紹介する特別展を行いました。今からおよそ46億年前に誕生した太陽系、太陽を中心に惑星や水星、衛星などの多くの天体で作られた太陽系が展示を通して身近に迫ってきます。これは火星起源の隕石とされ、大変貴重なナクラ隕石とザガミ隕石です。惑星探査ローバーです。惑星の物質を採取したり、多くのデータを記録します。90キロ。楽しみながら理解できるよう、いろんな工夫がされています。これは 3D 立体映像とシミュレーションシステムで宇宙旅行を疑似体験できるサンクルーザーです。またスペースアートの作者として知られる岩崎和明さんの作品も数多く展示されました。エアブラシで描いたその世界は、人類が訪ねたことのない天体に見る者を旅立たせます。面白かった。いろんな展示があって楽しみました。昔から天文が好きだったんですけど、また新たに。リンゴファイヤーの中心にある特別展や常設展の他にも、プラネタリウムや全天集映画の投影も行っています。これからも夢を送り続ける博物館の催しを楽しみにしてください。11月26日、相模原市立産業会館で相模原市内の産業人や市民などが集まり、相模原経済人フォーラムが開催されました。相模原経済人フォーラムは、工業、商業、農業などの産業人や市民、学識者、行政などが集まり、自由な情報交換や研究、協議などを行う継続的な討論の場です。この経済人フォーラムの目的は、ビジネスチャンスの拡大や企業間、産業間活動の活性化を促進することにあり、まさに産業界を主役としたものです。そして相模原市産業振興財団や市商工会議所、農協などが経済人フォーラムを支援しています。相模原市産業振興財団は経済人フォーラムの運営も行っており、これまでも産業会館を拠点に産業振興に関わるさまざまな事業を行ってきました。経済フォーラムにつきましてはね、市が平成8年3月に策定しました、相模原市産業振興ビジョン、それを具体的に推進する場としてですね、本年度からこの相模原市産業振興財団がですね、事務局となりましてですね、設置をいたすものでございます。このフォーラムはですね、工業、商業、農業、それぞれの枠を超えましてですね、産業界の方が集まっていただきまして、継続的にその討論をしていただくと、そういう場をこの財団がですね、この産業会館の会員数等を使っていただいてですね、していただければなと。でやはり一番大事なことはですね、フォーラムで出たその一定の方向性をですね、市の方にも、おつなぎして、施策へ反映できるものにつきましては、極力その反映していただけるような、形を取っ
ていきたいというふうに考えているんですけれども。フォーラム当日、産業会館多目的ホールには工業、商業、農業などの分野を超えて約150人が集まりました。相模原の情報化を考える本フォーラムのテーマは、題して昔は飛脚、今は乗脚です。この意味はフォーラムの中で。ただいまから経済人フォーラムを開会いたします。フォーラムが始まりました。まずナレーションとスクリーンに映し出した映像でフォーラム開催までの経過が説明されました。財団法人本フォーラムに先立ち、平成9年8月1日この産業会館におきまして、相模原経済人プレフォーラムが開催されました。プレフォーラム当日は約240人が集まり、工業、商業、農業の各部門に分かれて、それぞれが抱える課題や取り組みなどについて発表や意見交換が積極的に行われました。各部門の世話人の方には本フォーラムに向けての抱負を伺っています。相模原市の工業の分布を見てきますと、5人以下の中小零細企業が圧倒的に多いと思うんですね。で、そのような企業をですね、やはりこういう時代の変化の中でどうバックアップしていくかということになりますと、第一ステップとしては、裾野を上げるという形で、またその何て言いますか、その切り口としては、情報というテーマでですね、立ち上げていきたいなというふうに考えております。私たちがやっぱり商業工業の皆さんから学ぶことはね、やっぱり情報を得て、それで物をいかに売るかっていうのも、そういう新しい感覚っていうのも農業者には必要だと思うんですよね。作るエネルギー半分、売るエネルギー半分ね、そういう形でないとね、これからはなかなか経営していけないなっていう基本的には思ってますから、そういうところを情報を含めて学びたいと思っていますしね。経済の活性化ということが目的だと思いますんでね、そういう意味では、我々商業者の役割っていうのは、大変大型店の問題は今厳しいんですが、小さなお店の良さをどう出していくかという部分と、横のつながり、農業、工業、商業のつながりと同時に、商業者だけのまたつながりもね、これ大変な大事なことと思いますんで、そういう役割があるのかなと思っております。さあ、それではテーマの意味ですが、自分にとって客人となってくれる情報、すなわち有益な情報がいかに集められるか、その意味から今は乗客となるわけです。なるほど、そういうことですか。情報が我々が毎日の生活の中で、とりわけ経済の運営の中では大変大きな課題を持つようになったわけでございます。今日これからのフォーラムがこれらの課題に、おそらく何らかの回答を出してくれるもの、あるいはおぼろげながらでも方向を示唆してくださるものと期待をするわけでございます。こんばんは。テーマ、情報化についてのプレゼンテーションが始まりました。元気なわけなかんべよ。この不景気な時代にあんたはどうだ。そうね、でも不景気は不景気よ。その情報化の重要性を面白おかしく、そしてさりげなく訴えかけている2人は、相模原市内を中心とする農家の主婦で構成する劇団ホタルのメンバーで、農業でも頑張っておられる方々です。またスクリーンに映し出している映像をパソコン操作しているのは、市内工業系企業の方です。このフォーラム自体が各部門の方々の協力の上で進行しています。問題は当日一般の方が来て、いわゆるその感動してですね、あ、なるほど、これから情報化っていうのはもう避けて取れないんだなというお土産をね、どうやって持ってってもらうかなと。これはフォーラムに向けての最終打ち合わせの様子ですが、フォーラムを成功させるため各部門から数多くの意見が出され、最後まで積極的な討論が行われました。
プレゼンテーションでは実際にインターネットを利用して事業を PR している例なども紹介されました。何はともあれ、今は農工商個人の垣根を越えたデータベースを作り上げることが先決ね。それもとびっきりのやつをさ。そうだよ、私にも使えるような簡単なのが欲しいな。ねえ、ぜひ私たちのためにもやってくださいね。お願いします。お願いします。ではこれから意見交換に入らさせていただきます。プレゼンテーションが終わり、いよいよ意見交換です。情報化について、あるいは産業界の現在未来についてどんな意見が出るんでしょうか。情報をうまく使うためには自分は何の情報が必要だ、どんな情報を何の目的で、誰かさんに発信するんだという意識がはっきりしてないとですね、情報も雑草になってしまう。問題はそれをどう使うかという使い方の知恵がまだできてないんじゃないのかな、そう思っております。パソコンを覚えましたら、その自分のや忙しいんですけど、まあ、ちょっと帰っておくと、それをパッパッとやると出て、あ、自分の経営ですね、酪農経営が分かるということで、あ、これをやって、あ、儲かった、儲かんないのを自分で把握できて、まあいいなと思って。今、まあ、対象では非常に厳しい中でですね、自分が何かを売り込みたい、先ほどもお話しあったように、よそに負けない卵があるんだというようなことでですね、各お店がそういったものをこう出していただくことによって、商店街がますます活性化なんじゃないかなっていうのは痛切に今感じたわけだ。農業の方でどなたか、じゃあ農協の土屋さん、すいません、お願いします。販売の流通関係、まあ、これらが都市農業としましては、難しい問題が年々、重なってくるわけです。まあ、これらはですね、インターネットによる販売方法も一つあります。そういうふうな近代的なものを使ってですね、売り込みをしていきたいなと。我々企業が発展するためには情報なくして発展はできない。情報を発信するということは大事でしょうけども、それを捉えるにはその情報が正しいかどうかということに対する認識が必要だろうと思います。相模原は、まあ、俗に言うへそのない町と言われてるんですけどね、唯一私は相模原でこれをやれば多分日本中に発信できるんじゃないかというのがあると思うんです。それは何かっていうと、まさに今日のキーワードである情報発信基地相模原なんですよ。優に考えていますので、時間の都合で全てを紹介できないのが残念ですが、この他にも数多くの意見が交わされました。この経済人フォーラムのスタートとしまして、これを一過性な事業じゃなくてですね、次につなげていくということで考えておりますので、今後皆さん方のまたご協力をよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。相模原の情報化をテーマに行われた相模原経済人フォーラムの模様をリポートしました。経済人フォーラムは産業振興財団が産業界と行政のパイプ役となり、今後も継続的に行われます。相模原産業界は今新しく生まれ変わろうとしています。